し、ここに行こう。待っていました、ユーキリト。今度は前みたいに行かないぞ。絶対にトラブルクエスト2を返してもらうからな。そのアイテム、行くぞ闇。うん、そろそろ強くなりましたか。眠りなさい。助けに来たぞ。こんなことになるなんて。モモが言ってた通りだ。この新しいラッキーアイテムを使ったら勝てたぞ。どうですリトさん、素晴らしいアイテムだったでしょ。ああ、モモとララのおかげだよ。とりあえずこのままヤミさんをホームに連れて行きましょう。私の下半身を這い回って、ユーキリト、卑怯者、私の弱点をついてくるなんて。どうなってるんだ。これが新しいラッキーアイテムの効果なのか。このニュルニュルは一体。早く早くこのアイテムを何とかしなさい、ユーキリト。ララ、モモ、これはやりすぎじゃないのか。どうやったら止められるんだ。その前にまずはトラブルクエスト2を返してもらうのが先決ではないですか。そうか、俺が勝ったら返す、そういう約束だったからな。嫌です、こんなのは認めません。これはユーキリトの実力じゃない。さあ、それはどうでしょうか。確かにヤミさんの弱点は狙いましたが、リトさんの実力も前回より確実に上昇しています。それは今回のバトルではっきりしました。まさ
私が。とにかくトラブルクエスト2を返せ。どこに隠し持っているんだ？教えません。そんなこと言わないで教えてくれよ。じゃないとこの世界から出られないんだ。嫌です。私はもう帰りますから。急に立ち上がったら危ないぞ。まだ体がうまく動かないだろう。危ない。やめ。なんだこの生温かい感触は。目の前が真っ暗でよく見えないけど、闇が俺の上に乗っかってるのか。動けないのをいいことに私の体を触るだなんて。闇、悪いけどどいてくれ。動けないんだ。そんなところを指で。エッチーのは嫌いです。そんなことをしなくてもトラブルクエスト2は返します。わー、よかった。やっと取り戻せたよ。よかった。これで元の世界に帰れるな。そうですね。よし、それじゃあ帰ろう。プリンセスララ、トラブルクエスト2を勝手に持ち出してすみ…ううん、何も謝ることはないよ。私としては不本意な結果でしたが。では名残惜しいですけれど、ダンジョンも最深部まで攻略されたことですし、そろそろ元の世界に帰りましょうか。やっとか。長かったな。2の世界構築システムを解除してっと。あれれ、お姉様どうかしましたか？トラブルクエスト2の警告ランプが点滅してるんだよ。どうしたんだろう。それはおかしいですね。何か問題があるのか、ララ？あれ、やっぱり止まっちゃった。おかしいな。ひょっとして故障しちゃったのかも。なんだって？元の世界に戻れないのですか？お姉さま、ちょっと見せてください。これは確かにおかしいです。吐き出されたデータを解析したところ、仮想世界を構築している各パラメータが軒並み変動してます。モンスターの能力値は強化されているし、ダンジョンも新たな階層が勝手に構築されて収拾がつかない状態です。困ったなあ。それじゃあトラブルクエスト2の機能がちゃんと動いてないってことになるね。私が壊してしまったのでしょうか。そうだとしたら申し訳ありません、プリンセス。ううん、ヤミちゃんのせいじゃないよ。多分もともと潜んでいたバグだと思うな。何しろ急いで作った発明品だからね。でも困りましたね。バグを修正しない限り元の世界には戻れません。なら、なんとかならないのか？安心して、きっとなんとかするよ。だけど解析にはちょっと時間がかかるかも。多少時間がかかってもいいから、きっちり修理してくれよ。あ、いけない。どうしたんです、お姉さま？ダンジョンの中に生体反応。データの集積体じゃなくて本物の人間だよ。お姉さま、つまりそれってトラブルクエスト2のバグのせいで勝手に現実世界とリンクして向こうから人を呼び寄せちゃったみたい。なんだって？その人がどこにいるかわかりますか、お姉さま？ちょっと待ってね。よし、これでトルトルカメラ君を作ったから映像を出すね。ララはメカを作るのは早いんだよな。いたたた。一体何がどうなってるの？学校に向かっているはずだったのに。
あれ、小手川じゃないか。ユイまで来ちゃったんだ。なんだかみんな勢ぞろいしていくね。のんきにしてる場合じゃないですお姉様。現在のダンジョンが危険極まりない状態になっていることを忘れないでください。徘徊しているモンスターも以前とは桁違いに強力です。そうだ、このままじゃ小手川が危ない。小手川、おい、一体ここはどこなのかしら。見たことのない場所だけど。すみません、誰かいたら返事をしてください。どうしよう、なんか嫌な気配がする。小手川と連絡を取る方法はないのか。ここからじゃ無理だよ。困りました、どうしましょうお姉様。ユイ心配だな。こんな場所学校の近くにあったかしら。人も歩いていないし、どうも様子がおかしいわね。あそこに誰かいるわ。すみません、道を聞きたいんですけど、最南高校に行くにはどうしたら。大変です、モンスターが小手川さんに気づいたみたいですよ。小手川、くそ、こうしちゃいられない。どこに行くんですかリントさん。小手川を助けに行くに決まってるだろう。ララは引き続きトラブルクエスト2の調整作業をしてくれ。うん、わかった、こっちのことは任せといて。リトはユイをお願いね。小手川待ってろ、すぐ行くぞ。でしたら私もお供します。何かの役に立てるかもしれませんから。ここで決定。Yes!
静かにしてください、ユキリト。どうして闇がここにいるんだよ。脱衣所にいないから安心してたのに。お風呂に入っていたわけではありません。読書をしていただけです。なんで空の浴槽に入って本を読んでるんだ。地球には入浴しながら読書をするという風習があるとミカンに聞いたので。まあ実際に風呂に入ってるところじゃなくてよかったけど。今何かエッチいことを考えていませんでしたか。そんなわけないだろう。取り込み中なら風呂掃除は後にするよ。じゃな。ええ、そうしてください。した感触は。浴槽の中にいる私の上に点灯するとは、これは恋ですか偶然ですか。いずれにせよ覚悟はできていますね、ユキリト。違うんだ、これは。くそ、体が浴槽にすっぽりはまり込んで出られないぞ。わかったよ。ひどい目にあったぞ。